はい、今回のレノンザワールドもスタートになりますよ。皆さんちゃんと見てくださいね。もう毎回毎回たくさんいろんなゲストがお越しいただいておりますが、今回はなんと8月27日に行われます私レノン飲み屋さんです、飲み屋さんのですね、企画を行いますザ・ボイスですね、アコースティックを中心にしましたザ・ボイスという企画の中からゲストに出ていただきます荒木ジャクソンさんに来てもらっております。どうも荒木ジャクソンです。よろしくお願いします。荒木ジャクソンさんです。ジャクソンです。ジャクソンさんですさあ皆さん、そうですね、今回のですね、ザ・ボイスというイベントはですね、アコースティック、そしてですね、あの歌ですね、歌がメインで、もう来ていただいたお客さんにねググッと感動していただこうと思いまして、企画いたしました。私レノン、サウンドステーションレノンのイベントとなっております。はい、はい、その中からですね、一番ですね、存在の薄い、いやいや一番ですねインパクトのあるですね荒木ジャクソンさんに来ていただきまして、ぜひともねこのですねザ・ボイス、8月27日のザ・ボイスのねイベントの告知をさせていただきたいと思っておりますね。ジャクソンさん、はい、ジャクソンさんはね結構ねいろんなところでね、はい、出ておりますが、宮崎の音楽シーンで、そうですね、呼ばれしてますね、はい、何をメインにやってる、まあ、せっかくですからね、あのね、はい、そのイベントに来ていただくお客様にもね、はい、荒木ジャクソンこんな男ですっていうのをですね今日はね裸にしていきたいと思っております。僕は女性しか裸にしないんですけどね、今回は男性をですね、はい、裸にしていきたいと思います。何を言わせるねん。はい、今回レリアがいないんで一人で突っ込んでおりますはい、はい、荒木ジャクソンさん、はい、ズバリ、まあ、あのどんな音楽というかどういうことを目指して音楽やってるんですか。そうですね、あの普段は僕あのベーシストなんですけど、はい、今回はですねちょっと、はい、最近あの弾き語りもすることが多いので、お、はい、本当はベーシスト、本当はベーシストです。ああ、そういえば前回あのベースキャンプで、そうですね、あのね名前が出てましたよね。はい、あの神谷さんとヒデさんが出た時にですね、はい、そうですね、あのベースキャンプというねあの、はい、企画ですね、毎年ねベーシストに集まるね、そうです、素晴らしいね、皆さんもね知るぞ知る企画なんでございますが、はい、そちらにも今回は出ていたという荒木ジャクソンさんが、そうですね、なぜかアコースティックで歌うっていう、そうなんですよ、はい、あのなかなかベーシストで活躍する場がなくてですね、はい、あのやっぱヒデさんとかですね、うんうん、が仕事を持ってっちゃうんであの僕に仕事が回ってこないんですよね。あ、なるほど。だから自分で仕事を見つけるために隙間産業で弾き語りをやっているっていう。ああ、それは結局じゃあ営利目的ってことですか。はい。いやいや、まあちょっと言い方が汚くないんですけどね。はい。はい、もうね、もうこれやっぱこれですよね、人生世の中ね、これです、これ絡みですよね。はい。はい、まあそうなんですけどね。はい。まあ荒木さんね、荒木さんどんなね歌を聴くのかっていうのはですね。はい。後半の方でね。はい。まあ、弾いていただきたいかなって、弾いていただこうかなと思ってますからね。いいんですか。うん、まああの、うん、本当はね、あんた田村君、いやいやなんかあれいやいやいや、もうね荒木さんぜひね弾いていただこうとね今日は楽しみに来てますからね。ああ、ありがとうございます。はい、それでですね、まあせっかくですから、ね、ジャクソンさんのことはまだ後半でということで、はい、他の出演者のね、はい、ちょっとお話をさせていただきたいと思うんですが、はい、8月27日私のレノンザ・ボイス聞かせますシリーズでね、荒木ジャクソンさん、そしてあとお二方ね、はい、出ていただきます。あとお二方がですね、まずなんとこの間も出ていただきました、そしてベースね、はい、ベースキャンプにも出ていた神谷ですね、神谷さんですね、はい、神谷さんですね、はい、神谷さんも実は歌ってます。はい、実はですね、はい、神谷さんもね、本当弾き語りでね、結構宮崎のね弾き語りシーンではね、そうですね、いろんなところで呼ばれてやってて、呼ばれたりね、そうですね、うん、企画したりとね、はい、精力的にやってます。神谷くんはですね、あのまあちょっとねカバー系が中心にはなると思うんですけどね、はい、こちらの方もね、はい、聞かせます、はい、ちょっと棒読みになりましたけど、はい、神谷和幸さん、そしてですね、もう一方出ます、もう一方の紹介いいですか、はい、もう一方は田村光太くんですね、田村光太さんですね、はい、ああもう田村さんもね最近ね、あのね、何年か前まですごく精力的に出てたんですけどね、そうなんですよ、最近ね聞かないというかね、見たいっていうかね、お客さんがすごく多くてですね、そうなんですよ、僕もね誘いたいなと思ってね、結構あちらこちらでね、なんかね、あの出演をね断ってらっしゃることらしいんですけどね断ってらっしゃるらしいんですけどね、今回もあ、そうなんですよね、本当ははい、なんですけどね、僕がね土下座しました田村さんには土下座してですね、はい、はい、もうお酒飲ましてですね、はい、首を縦に振らしたということで、なるほど、出演の方が決定いたしました。8月27
出身地田村幸太さんもね、はい、まあね、もうこの田村幸太さんはもうシンガーでね、この人本気です。そうですね、はい、もうさすがですね、さすがと言わせちゃう感じの人ですよね、はい、そうですね、あの一緒にあんまり出たくないタイプのもうプロみたいな感じですからね、もうそうですよね、はい、もうね体的にすっとね、まあ華奢ではないんですけどね、うんうん、それしてるんですけどね、歌い上げるとね、もうすごいですね、まあ、あれは女性の方にキュンとくるタイプですかね、あの田村さんはですね、そうですね、田村さんの歌声はね、はい、はい、まあね、女性のお客様もねぜひ見に来てください。まだまだ夏は終わりません。キュンキュン行きましょうね。それじゃあね、まあ、後半の方には荒木ジャクソンさんの歌もねありますからね、皆さん後半ばっかり見ないでねでも後半も見てくださいよー。